はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は音に影響を結構しますよね。このサドル、はい、サドルの材質による音の違いについてお話しさせていただきたいと思います。今回持ってきてますのはプラスチックと、それからこれはコアですね、それから黒炭エボニーですね、それと牛骨、はい、この4つの種類の音をそれぞれ聞いていただきたいと思います。まあ弦の種類変えても音が変わるんですが、このサドルの材質、サドルとナットも実は一緒に変えればいいんですが、ナットの場合はこの外して接着してということになりますので、なかなか何種類も変えてっていうのができないんで、とりあえずサドルの部分だけ、まあ皆さんも手軽にサドルだったら、幅と高ささえ合わせれば、交換が可能ですので、しかもアマゾンで買えば安いものは、1000円以内ぐらいで、買える、もっと安いものもあったりするんですが、いろいろとそういうのも手に入りますので、手軽に音質をちょっと変えたいなという方、できますからね、やってみていただきたいと思います。まずは一番最初、これも、オリジナルから交換してます。今ついてるのは牛骨です、牛の骨。この骨をオイルにつけたものですね。はい、割と高質な音です。それではちょっと交換しますね。はい、次に持ってきましたもの、これ交換しましたものは、もともとこのケリーのテナーウクレレに最初からついてたハワイアンコアです。はい、ハワイアンコアのサドルというのはなかなか珍しいんですが、このケリーはですね、もともとボディもネックも指板もサドルもブリッジもこのナットとも全部ハワイアンコアでできてるんですね。もともとの、これがもともとの材ですね。ちょっとあのマイルドなウッディ、まあもう木ですからね、先ほどの牛骨に比べたら柔らかい音がするんではないかなと思います。はい、また次に変えてみたいと思います。はい、次に交換いたしましたもの、はい、見てください、黒いですよね。これはですね、エボニー黒炭ですね。はい、先ほどのハワイアンコアよりもだいぶ重たい木でありまして、硬いですね。木の材質が硬いってことですよ。はい、黒炭ですね。それでは次、プラスティックのものに変えましょう。はい、次、この白っぽい材料ですね。これはプラスティックです。これも悪くないですね。悪くはないんですが、音量が極端に小さい感じになってますね。っていうのは、まあこれあの元々お安い3000円ぐらいのウクレレですね。それについてたやつです。まあ試しということで使ってみたんですけど、それではあの牛骨に戻したいと思います。Thank you.
はい、牛骨が一番ツヤがあってですね、若干固めな音色にはなるんですけど、何か奥深いような音がしますね。これは広く使われてる素材、牛骨ならでは、まあ広く使われてるだけのことは、やっぱりあるんではないかなと思います。はい。で、このサドルもですね、つけてすぐよりも1日2日経ってくるとだんだんと馴染んできます。もちろんですね、ウクレレ本体によって音は様々ですよね。ですので、このバランスによって合う音合わない音っていうのが出てくると思いますので、この音をだいたい参考にしていただいて、もうちょっと丸めな音がいいなと思ったら、もともと牛骨がついてるものであればエボニーに変えるとかですね、していただくと、もうちょっとマイルドな音になる。で、マイルドよりももっとカキカキの音がいいなと思ったら硬い素材に変えてみる、牛骨に変えてみるとかですね。で、あとは形状でもだいぶ変わってくるんですね。このサドルの部分の頭の部分が丸っこいと、その通り音も丸っこいです。で、ちょっととんがった感じ、山のようになってとんがってると、その分音も鋭く出るという風な感じのイメージで取っといていただくといいと思います。その辺でまあいろいろ音色も変わってくるので、ご自分の好きな音ですね、そうやって探していただくのもウクレレの楽しみではないでしょうか。はい、 BJ のウクレレ講座、今回はサドルの材質によっての音の違いをお送りいたしました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、だから今は瞬きももったいないと思う。ランタンの明かりに行く夜、音がない今、僕は忘れない。